6月の大谷翔平、ここ4年の6月成績が合計360打数、43本塁打、89打点。9試合連続打点は、球団69年ぶりかつドジャース球団のタイ記録。4割15本打って打点29とか、エンゼルスの闇を感じる。4年の6月特にキモすぎておもろい。例年に比べると調子悪い、のか？大谷翔平、6月の成績良すぎて、ジューンタニって呼ばれとるのクソウケる。またホームラン打ってるよこの人は、6月後半好調すぎ。今年も十分に三冠王が現実的な位置につけてる。加えて盗塁にも積極的。いよいよ慣れてきた後半戦、6月の爆発が限定的なものではないと信じてるで。手術してリハビリしてる選手が三冠王、いやタイトル取ったことあった？また歴史を作りそう。気が早いけど、200安打まで打ってほしい。1ヶ月くらい人が変わったように打てなかったもんな。打ち続けるって難しいんやな。すごい、好調だ。ここまで来たら、未完を少し意識して丁寧に球を捉えてくれ。4打席目は真ん中付近を3球空振りした。大谷の絶好調はまだこんなもんじゃない。前半は一平事件、牽制球による打撲、新居パパラッチ事件等があって、リハビリ中にもかかわらずこの成績は素晴らしいの一言や。大谷翔平すごい、ホームランが止まらない、やっぱ6月すごい、打点も打率も伸びとる、これで来季ピッチャーもやろ？小屋満票うんぶくとりるで。また大谷さんのホームラン、来てたね。今季24号先頭打者ホームランやったね、6月は10本目や。地球を挟んでタイムリーも出たので、今季60打点、196塁打、今日が81試合目なので162試合の半分やな。やはり6月の男。大谷さんって本当にすごいわ。今年も6月すごいな。6月はめちゃ強い、マジで三冠王いけんじゃね？大谷さん、6月は絶好調やな。